こんにちは、アップバンクのミキティです。今日はお便り動画回答編をアップバンクストアにて、お届けしたいと思います。今回の質問なんですけど、裸族ケースもフィルムも iPhone につけない人でも分かるフィルムの魅力ということで、フィルムコーナーに来てみました。はい、すごいたくさんあるんですけれども、iPhone にまあ何もつけていない、フィルムもつけていないっていうことは、おそらく iPhone の傷とかはあんまり気にならないということで、保護力に関してはフィルムをつけなくてもいいのかなっていう方だと思いますので、保護以外にもあるフィルムの魅力を説明したいと思います。例えばですね、こちらじゃじゃん、覗き見防止タイプで、こういったフィルムをつけると何がいいかと申しますと、 iPhone 保護してくれるだけではなくて、例えばこう電車に乗って iPhone を触っている時、まあ、LINE とかでお友達からなんか大事なメッセージが来たりとか、仕事の内容のメールがあったりとか、そういった時でも隣の人からそのメッセージが見えなくなります。で、まあ、自分であんまり見られている時ってなくても、結構人のって 見えちゃいますので、まあ、プライバシーを守る、まあ、大事なことを流出しないという意味でも、こういったフィルムはすごく重要かと思います。あと女性の方におすすめしたいのはこれですね。こちらは強化ガラスなんですけど、ミラーになる強化ガラスです。はい、これつけとけば iPhone 自体が鏡になるので、ちょっとしたところでちょっとメイク崩れちゃってないかなとか、それこそつけまつげ取れてないかなとか、そういったことをチェックするときには、このガラスがあればミラーとフィルム2つの効果がありますので、こういったものをつけると、まあ、保護以外でもフィルムの魅力を感じてくれるのではないかと思います。記事の方ではもうちょっと詳しく説明してますので、気になった方は概要欄から記事の方もチェックしてみてください。ミキティでした。こんにちは、アップバンクのファンです。エガクです。ミキティです。ケンさんのバラです。アップバンクムービーでは iPhone ケースを中心に最新アクセサリーの情報を動画でお届けしています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。